にちは、令和セルシオでございます。1週間ぶりでございました。実はアカウントをちょっと制限を食らいまして、1週間ほど謹慎をさせていただいておりました。そして今日 YouTube Japan 謹慎が解けてメインチャンネルに復帰でございます。ずっとねサブチャンネルで放送は続けていたんですけども、まあ気づいてくださる方はそんなに多くなかったのかなと思います。まあとにもかくにも本日からまたねメインチャンネルで再び活動ができますんで、これからもよろしくお願いします。はい、じゃあレアセルシオ、今日はねちょっと若くいたいなというテーマでお届けしようと思います。50代に入って同じ年代の YouTuber さんをねいろいろと見ることが多いんですけども、そうすると客観的に自分のことを見ることができるんですよ。まあ、つまり50代の YouTuber はもうね親父というかおっさんというかおじいちゃんだなってことですよね。だから私もそういう風に見えてるんだろうなと思うんですよ。おじいちゃんね、白髪こそ蓄えてはおりませんが、宇宙戦艦ヤマトでいうところの沖田艦長の年齢ですよ。沖田艦長の設定年齢は確か55歳だったと思いますんでね、まあどっからどう見ても白髪で白ひげのおじいちゃん、そしてイスカンダルから帰ってくる途中にもう地球に降り立つ直前でお亡くなりになるということですよね。まあ後々完結編であれはね死んでいなかったみたいなことがあるわけですけども、それはちょっとね話がひっくり返すようなんでちょっと置いとくとして、まあでもね50代ってね気持ちは若いつもりなんですよ。でももう還暦がすぐそこまで来てるんですよ。若くない。だから今ね大きくこけるわけにいかないんですよね。とは言ってもこけることはあると思いますけども、まあそういうこと考えたらいろいろとねまた考えることが増えますんで、今日はね単純にですよ、若くありたいなというふうに思ってる、その気持ちはねちょっと YouTuber として喋りたいと思うんですね。若く見せるために内面的若さと外見的若さっていうのはあると思うんですけども、まずは外見にね気をつけることですよね。一つがねやっぱりね笑顔でいることなんじゃないかなと思います。笑顔は年齢をマイナス3マイナス5にしてくれますんで、仏頂面で暗い顔してるとねやっぱ良くない。うん、眉間にシワを寄せたりとかね良くない。あれが似合うのは松村雄貴さんぐらいですよね。あと清水浩二郎、あとはみんなね年を取れば取るほどもっと爽やかにね明るく軽くいかないといけないかなと思います。ですんでどんなに苦しい時でもどんなに嬉しい時でも結局ね泣き言を言ったりねしかめっ面して状況は良くなりませんから、だったら笑っとけって感じですよね。まあそれに尽きるかなっていうところですよね。まあ悔しい思いをした50代、そしてもうこれからの不安いっぱいあるでしょう。でもそんなねしかめっ面してたらね余計に不安を呼び込むんですよ。あ、こいつとは付き合わんとこうって思われて大切なチャンスが逃げていくんですよね。相当ですよ、相当人のために何かをしたいって人が関わってくれて救いの手を差し伸べてくれるだけなんですよ。でもそういう人が手を差し伸べてくれると思ったそのほとんどが詐欺の手ですからね。私はね50になるまでにものすごく大切なこの概念を自分で見つけたんですよ。それはね信頼の向こうに詐欺があるってやつですよ。詐欺られる人って大体信じるでしょ。信じるんですよ。信じちゃダメ。やっぱりね覚悟しないと、もしかしたら違うかもっていう覚悟ですよ。でそれを前提に決断するんですよ。だったらねありえもしない金額を人に預けたりしないでしょ。ちょっとガソリン入れてきます。はい、じゃあガソリンというかね灯油を入れてきました。灯油もねなんか2日か3日ぐらいでなくなるんですよ、18リットル。いやこれじゃあね1ヶ月に2万とか3万とかかかっちゃいますね。で今まだね使う部屋が少ないからいいんですけども、まあうちの大和くんが大きくなったら2階でもね遠慮なく灯油ガンガン炊いて部屋温めるでしょうね。まだまだ金かかるね、稼がないとね。まずは第一生命ネオバンク、あれをねなんとか期限内までに75,000円、これはもう必達でいこうと思います。あれだったらねもうねあともう10日ぐらいで生かしたいなと思いますね。あれ始めてまだ6日目なんですけども3万いってないんですよ。だいたい3万って言ったら折り返し地点ですから、そのぐらいはね最初の1週間で大きく突破しておきたいなと思いますね。でもう完了まで2週間とで残り何週間かを残して終わりたいなっていう気持ちはありますね。うん、これがだから私のね倍発想3倍発想ってやつなんですけどね、期限までに終わればいいっていうんじゃなくて期限が10日後だったらもう3日で終わらせて7日間余らせるみたいな、
で、残りの7日間はさらにきめ細かい、完成品を作っていくって感じですか。で、多くの方はね、締め切りギリギリに出すでしょ。あれね、実際受け取った方も困るんですよ。例えば会社の上司が、企画書をね、部下に、出すように指示して、ギリギリに出されたら、その企画書がね、ものすごくいい加減なもので不十分であっても、これ採用するしかなくなっちゃうんですよ。でも本来なら、締め切りが10日後だったら、なんかね、2日目とか3日目に出してもらって、修正点を打ち合わせて、まだ締め切りには1週間あるから、もう一回練り直してくれ、みたいなことができるわけですよね。そうなると、結構レベルの高いものがね、出来上がると思うんですよ。で、そういう風にして練り込んでいく必要があると思うんですけどね。で、実はね、今日ね、ちょっとなんで車を走らせてるかっていうとね、この令和セルシオの動画を撮りたいっていうのも一つあったんですけども、いや、ちょうどいいね、田舎スーパーがあるんですよ。いや、私ね、チェーン店じゃなくて、本当にこじんまりとしたスーパーが好きでね、個人商店で、1店舗しかないみたいなやつね。で、そういったところに宝があるといつも思ってるんですよ。で、今日は実は何度か行ったことがあるところで、まあチェーンといえばチェーンなんですけども、あんまりね、流行ってないチェーンなんですよね。んで、もう廃墟寸前のところに、こう、居抜きで入って、そこで細々と、過疎地を救ってくださってるっていうね。まあそういう風なスーパー、これをね、ちょっと見に行きたいと思いましてね、楽しみに車を走らせております。で、出てから帰るまで、まあ大体30分ぐらい終わってこれるんじゃないかなと思いますね。もちろんそのスーパーの模様はきちんとね YouTube でお話したいと思いますんで、お楽しみに。佐渡町のね森原っていうスーパーが最近ここ何年かで一番好きなんですけどね。森原は明日もしくは明後日行くつもりですから、今日は別のねスーパーにねお邪魔しようかなと思いますね。こちらの方、まあでもね地元の方は多分ご存知だと思います。いや本当にねすごいところですよ。居抜きで入って、昔もスーパーかなんかだったと思うんですけども、で他のテナント全く入ってなくてガラ空きなんですよ。で店頭にはね薬屋の10円とか20円入れて乗っかって遊ぶ子供用の動物のねおもちゃがあるみたいな、ね、骨董品ですよね、昭和の。あ、そうそう、オンリーワンですよ。オンリーワンっていうところ聞いたことある人いるんじゃないですか。旭ヶ丘ショッピングセンターオンリーワン、ここがねいい味出してるなと思って Google マップで見てたんですよ。で一度か二度はもう行ったことあるんですよね。その時はそんなに強いインパクトは感じなかったんですけども、でもこの近所のスーパーいろいろ巡っていくと、いやもうここしかないなと思いましたね。他にもねそのオンリーワンっていうところはあるんですけどもね、笠岡とかに。そこはね結構まともっていうかね頑張ってらっしゃって割と綺麗で流行ってるんですよ。これから行くところは、まあ、流行ってはいるんだろうなと思いますけども、このね地域全体が一時期の盛り上がりを失ってね、ちょっとこう元気がなくなってきているところですからね、その辺も合わせてレポートしていきたいなと思います。 GTO GTO が始まるの楽しみですね、春からね。令和の高校生はどんな騒ぎを起こして鬼塚にぶつかってくるんでしょうか。お、オンリーワンだ。いやーすごい繁盛してる。車が10台ぐらい止まってる。すごいですよこれは。オンリーワンいいな。ちょっとわざとね遠くの方に止めて行ってみたいと思います。取れ高があるんで遠くからの方が、ね、いいな、いい味出してるな。ほんと水穂銀行の ATM がある。なんでよ、初めて見た水穂銀行の ATM なんて。結構イケてるとこかもしれないですね。じゃあちょっと行ってきますね。はい、ゆっくり走ろう。旭ヶ丘ニュータウンがありますが、ちょっと寂れてますね。で今日行くオンリーワンこれですね。交通量少なし、駐車台数少なし、しかし魅力的で私の胸が高鳴ります。あそこにバス停もあるけども、バス停は待つ人なしですね。おそらくあんまりバスも止まってないんだろうな。はい、じゃあバス見てみましょうか。すごいです。11時と15時だけ。これ
全然使えないじゃんこれ。はい、セルシオ降りてねバス停見たんですけど、こっちの方は完全空き家ですね。で、空きテナント、みずほ、空きテナント、空きテナント、オンリーワンな感じです。じゃあ行ってみましょう。店内の撮影はできませんので、また帰ってきたらレポートします。行ってきましたよ、スーパーオンリーワン。やっぱむちゃくちゃ良かったですね。中はバシバシ撮影でいなかったんで、あんまりお見せできないんですけども、やっぱり惣菜にパワーを感じたのと、あとね、こういうのは日配品ですよね。海苔、これいくらだと思います？200円しないんですよ。何枚入ってるのかな、有明さんね、80枚、安い。2つ買いました。で、最近高くなったなと思ってずっと買い控えていたこちらカプリコミニなんですけども、これね 3-4% とかするんですよ、スーパーで買うと。以前は 19% だったんですよ。ここ19%よりも安かったです。大丈夫か。そして惣菜にパワーを感じたカツサンド、多分このインストアでしょうね、ここのパートさんとかが作ってくれてるんだと思いますけども、298円、これはすごい。いや、他にもね、買ってお見せしたいんですけども食べきれないんで買わなかった。そして鮮魚コーナーもねすごく良かった。お魚ブワーンでね、納豆とか豆腐とかもゴワーンで積み上げていてね、とりあえずね狭い売り場にもう山のように積んでいって、超圧縮陳列が成功してますね、これはね。とにかくすごい。これが本当のスーパーですよ。水曜管理も多分してるんでしょうけども、これはなかなかね、腕の立つ、店長や担当主任がマネジメントしてると思います。キャベツもグワーンって積んであってね、もう、これ、嫌でも目立ちますよ、これ。買って帰らないと損みたいな感じで本当に安いんですよ。キャベツも安かった。多分158円。昨日ね、いつも行くスーパーで198円でしたからね。いや、このね、10円、20円をいかに削っていくか、そしてそれで鮮度を保ってるわけですよ。で、大量陳列どこもしてる割にはこれね、多分ね、廃棄とかロスになってないはずですよ、これは。廃棄とかね、ロスとか値引きになってたら、それはもうね、24時間いつ売り場見てもわかりますからね、これはね。すごいオペレーションでやってると思いますよ、ここは。想像以上。ただね、楽しいスーパーって言ってた。もう満員だ。本当に。すごい。駐車場全部が埋まってます。うわー、満タンじゃん。そこそこの高級車も来てますよ。そこそこのつって申し訳ないですけども。すごい。近くには、ローソンがあります。でもそんなのね、お構いなしに流行ってます。見えます？この車の列。ね。これ過疎のスーパーですよ、はためには。でも12時30分には満車ですわ。で、レジの方の対応もとっても良かった。すごい良かった。で、設備は全部ボロボロで、ビニールテープとかで貼り付けてなんとか持たせてるって感じでね、買い替えたりとか入れ替えたりとか全然してないですよ。だからね、こういうスーパーにインボイスの負担とかね、持ってたら消費税の負担かけちゃダメですよ。ね。少しでも安く、地域の暮らしを豊かにしようと思って、民間で頑張ってるところに、何も考えてないね、財務省と財務省に媚びへつらう、自民党の、アホ議員どもが、それに同調してね、国民からむしり取って自分たちは裏金するわけでしょ。で、バレたら、修正申告して終わり。舐めるなよ、お前。現場では1円2円削ってね、民間が利益作ってるんだよ、民間がね。まあ、怒ってもしょうがないんですけども、いや、本当にね、思い通りの人生を少しでもみんなが送れるようにするのが政治の責任でしょ。で、そのために選ばれてるわけですよ。権力を持ったんだから何やってもいいんだみたいになってるじゃないですか。しかも何？政治には金がかかる？アホかと。ある程度の金がかかるだろうけど、たかだか職業仕事だろうがと。扱う金額がでかくても、お前自らが使う金額がそんなにいらねえだろうと思うわけですよ。別にね、黒塗りの高級車じゃなくても仕事はできるでしょう。
なんでそんな新車ばっかり買ってんだ。まあ車は何でもいいけど、公用車なんていらないんじゃないか。ね、民間で働いて納税してらっしゃる我々はね、公用車なんて一生ないんだから。ね、政治家だって自分の給料で、まあ、車買ってそれ乗れよ。運転手も自分で雇えよ。で、公設秘書が3名で、秘書が全部で10名。秘書はそんなにいらねえって、ちんたらする、ちんたら仕事をする秘書ばっかりつけてるからそうなるんだろう。AI で十分だよ、もう。で、結果的に国民が豊かになってないんだったら、それは仕事をしてないわけだよ。政治家はね。そうでしょ？国民の生命と財産を守るために仕事をしてるはずなのに、生命は損なわれて、ついに生まれなくなっちゃったじゃないか。何をやってるんだよ、お前。財産守るためだろ？借金付けだよ、こっちは。ねえ、皆さんね。もうどんなに知恵を絞って稼いでも半分持ってかれるし、残ったお金で物使おうと思ったらおかしな消費税かけてぶん取ってくるし、もうどうすんだって話だよ。さすがにね、そこそこ稼ぐのが上手な人間でも生き残っていけないよ、これは。まず GDP 全体のパイを増やしなさい、ね、武器の輸出なんてしてる場合じゃないよ。命を損なうものを売るんじゃなくて、命を育むものを売ってくださいということじゃないですか。まあ、そこに来ると今日言ったオンリーワンはね、凄まじい努力をしてらっしゃいますよ。いやもう、ああいうね、スーパーにね、もうなんかこう、勲章をあげたい。今日は本当に良かった。もっともっと買い物したかったんですけどもね、うちはもう冷蔵庫満タンでございます。買えるものがありません。でも、なんとか頑張って1000円近く買った子は、これで許してください。オンリーワンさん、また来るんで。はい、じゃあね、ゆっくりとお家に帰りましょう。いやー、それにしてもね、怒り込み上げですよ。西村康稔、駅前でビラ配ってんじゃねえよ、配ってんじゃねえよ、ほんと。そんなんで許されると思うな。なんだろうね、まあ、政治家になりたいっていうよりも、政治家を辞めたら、もうね、すがりつく職業がないんでしょうね。でも政治家なんてやることをね、決めて、当選したら、やることを早くやって、で、終わりでいいんですよ。だらだらとね、2期も3期も政治家やって、で、何やったんか分かんないみたいなことになっちゃわないようにね、してほしいですよね。で、不祥事起こしたら、顔が売れて有名になってね、帰ってね、それで当選しやすくなるみたいなことになってるじゃないですか。何なんだよと思いますよね。大体おじいちゃん議員が多すぎる。ね。おじいちゃん議員はいらないよ、もう。頭古くなってるんだから。で、あれでしょ？秘書に任していた、会計担当者に任していた、目が行き届かなかったことも罪でしょうが。なんだろうね、そのトカゲの尻尾切りの体質は。本当なんかね、身内ですら切り捨てて、自分だけは口を拭って知らんぷりだからね。漫画募るボクちゃんでした。はい、まあそんなところでね、今日の令和セルショーは終わっていこうと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。じゃないの、若くいたいよね、若く。はい、あとはロスタイムなんで安全運転して帰ります。笑顔でマイナス3歳マイナス5歳ってのはなんとなくそんな気するでしょ。むっつりしててもね、しかめっ面でも男はね、老けて見えるだけですよ。貫禄なんてないですから。あれはあくまでも貫禄がある人が眼光凄まじくズーンとね、そびえ立ってるから貫禄があるんですよ。貫禄がない人がね、見せかけだけのね、むっつり顔してもダメですよ。ただ感じが悪いだけなんで。そう思いませんか。笑顔で言いましょう、笑顔で。グッドスマイル、グッドニューデイ。おー、よっしゃ。